本日私天海司主催の施設リーグ新域リーグ2024第5節の模様をお送りいたします。第13試合の主要選手ご紹介していきましょう。チームヘラクレス長尾圭選手、チームグラディウス稲葉ハネル選手、チームアキレス大井隆晴選手、チームアトラス朝日ニーナ選手が出場いたします。昇格というルール、うわー、うわー、すごい。なんだこれは。しかもドラドラですか。シャアが切るか3ピン切るか、はい、うわー、もう最高じゃん。うわー、長尾圭がやばいよ。理想的な形でやばい、手を進めています。イーシャンテン、いや、いい出ましたよ。頑張っちゃって、やばいってこれ。え、サブロソー、やばい。爆弾インパチ、どういう攻めてなのか。リーチいきました。だが親はこの方だった。いや、頑張ってる。やばい。長尾圭の爆弾が稲葉ハネルに直撃だ。ピンクドラに赤さ、やばいよ。1万8000点のあやりになります。これはでかい。テンパってる長尾圭、テンパってるから。長尾圭もテンパイなんですか。しました、長尾圭。あー、すごいテンパイになってる。あー、置いたからが。さあ、行きます。置いたからもいいピン、リャンマン待ち。どうする。いった、一旦ヤバハネル、一旦岩滝、一旦先輩を取ります。4面になったらいいか。あ、これはリーチか。これはいきますか。いや、でもめちゃ薄い。いきました。ちゃんと薄いけど、ヤンピン、ウーピン、ヤンピン1枚、ウーピン1枚いる。よっしゃ。あー、ワンピン、ナイス。ヤバハネル一発ロンダ、これすごいな。リーチ一発、赤赤親の一番に出ているのも跳ねる。よくしろ。川林さん、絶望的状況からここまで点数を重ねました。ただ朝日ニーナもトップにわずかな点数と言っていいですよね、親ですから。そうですね。あ、一度上がってしまえば変わってしまう点差です。朝日ニーナ逆転のイーシャンテン、これを上がってしまうとアトラスはなんと9連敗です。マジっすか。はい、やった。どうする、黙りたいな。黙りです。危ない。キーレゴーサブローはめちゃめちゃドラドラ高春ボーイだ。高春ボーイだ。中林さん、マージャンって残酷すぎませんか。逆転手から赤赤を入れています。朝日ニーナ、ケイナが押しかけていく、素晴らしいですね。長尾圭、吐くなんですから。反射神経いいですね、このイーソコンできるの。はい、素晴らしい。逆転されたにしても先手でいいですかね。先点でいいんです、長尾圭。消えてんのか、手が。なんだろ、消えてんのか。テンパイ、ありました。長尾圭、吐くなんの4山ですね、これ。3本待ち、4山ですね。あー、ダメだ、これは4本待ち。うわ、止まってんの、素晴らしい。これは何ターン期の仮点でテンパイして、テンパイの点差をつけずに、うわー、うわー、助けてー。ニーナさんがテンパイ取れてなかったら勝てるから、何拍聞いてたらかなりテイク作りづらいから。考えてんじゃないの、これ。経点取れんの、これ美しい脳天ですね。はい、すごいですよ、これは。いや、これすごいわ。なかなか見れない、一番美しい脳天だ。美しい脳天があるのか。いや、2着だけど美しい、美しい2着だ。究極になります、うん、とんでもない終わりになりました。第13試合、素晴らしい結果をご覧のように、1位チームヘラクレス長尾圭プラス 56.8 ポイント、うん、解説カードのご紹介していきましょう。チームアトラス村上純選手、チームアキレス先野桃子選手、チームグラディウスルイス・キャミリ選手、チームヘラクレスリュウシェン選手が出場します。こっちは行っちゃいましたよ。シャアの行方、シャアは、あー、あーっていく。いざ、もちろんシャア短期村上純、リーチ超人のリーチが2山ですか。もう一挙から2山なんですよ。これ一発で積もったら8000オールですか。これとんでもないですよ。いた、4です。あー、一発や。裏乗ったら24000、裏乗ったら24000、リーチ超人の上がりになります。セーフなのか。リーチヒートイドラドラ赤いチセーフなのかアウトなのか。跳ね前18000、これは絶好調のエースを村上純の跳ね前が襲いました。あ、リアベルだった。形が変わった。上腕が1枚増えたか。来た、リーチャー、いけ。あ、だり、あ、ここでナイスリーチ、ナイスリーチ。いやー、マッキーリーチ、ダメだー。いいピンがここで入ってしまう。わー、初チューンドラドラ赤い1万2000点。うわ、裏ドラも乗ってる。
発ピンフライチ。腹立つですね、メンピン一発フライチ。これは一夜かかフライチ12,000点。さっきの僕51,000点です。51,000点。あ、柔らかいというですね。うわ、来た来たぞ。リーザー、ニヤマリーザーが来ました。カウピンリーチ、アンパーワン1通確定。フライチ満貫はもう確定です。なんか赤もドラも結構見えてるんで、安いんじゃねって思ってるんですよね。でもリーザー、それでもリーザーリーチに行きます。キャンポン待ちのリャンピン博。そう、中筋。あー、ここでまた掴んでしまうのか。流線の宝珠。うらうら、ナイス。うらうら、1、1、ドラ、うらうら。12,000点の上がりです。えらいこちらで。あー、なんてことだ。日頃の3色ありますからね。間に合うか。うわ、もうやな、もう泣かせてるじゃないですか、これ。これで何切るんだ。チーピー、もうパスがうまい。ペンちゃんとカンちゃん、プロとコンテ。打たない。あー、でもツボなんです。風赤一の2,000点、500点で対局は終了です。ハンギャオマンペンチ1位させた村上純、お見事でしたね。2人のね、本店の形になりました。お見事です。改めて結果の方を見ていきましょう。1位チーム分けです。先のモコプラス71ポイント。対戦カードのご紹介していきます。チームグラディウス鈴木マサル選手、チームヘラクレス流星ロタン選手、チームアキレスゴモリー選手、チームアトラス村上純選手が出場します。手はどうでしょう。あれ、ゴモリーいいじゃないですか。中にドラがあって、しかもメンツでもでうわードラドラドラ。これは結構みんな、なんだ、あーなんだ、ね、はい、ちょっと泣きが見えるか。なんとドラを全て手に入れています。 Q1 3品待ちですね。 Q1 3品待ちですか。リーチャージャガー来ました。 Q1 と3品の2つの町になっております。これ3山ですか。面白いですね。ローワンを全部使ってるからですよね。そうですね。チャーナー、うわ、ナイス。一発ワイマンじゃないんだ。これは初っ端からとんでもない上がりになっております。ゴモリーのツモ、リーチ一発、プロタンヤオ、ドラヨン赤いち、9班16,000点のバイマン。マジかよ。48,000。マジ。あー、来た。これはもう出てますね。来ました、リーチ。一発の宝珠。一発宝珠。リーチ一発インフラウラ。12,000点。おっと。リータいらぞ。リータしてる。あー、スーパーゴモリーさん、ここで出ます。ウッチストーマチ、さすがにここは。あー、決まっていく。ゴモリーがさらに加点を重ねる。ナイスリーチなんだね。リーチってもういいペーコードライチ。リーチがね、ないとここまで上がりませんから。8000点です。素晴らしい。さあ、親が流れてトップのゴモリー、やりたい放題ですな。56,800点。マサル君どうにか連帯してもこのままだとプラスじゃないぞ。プラスないですね。プラス持って帰ってほしいな。やりたいですね。初めてのプラスをグラディウスに持ち帰りたい。お、ズンのターン、これでニャンベン3つのニャンシャンベン。ハドラ、ダークエスイーターも来てる。これは全員ぶつかるか。お、テンパった。どっちだ。ダマかも。ウッパーソレダマだ。ウッパーソノベタのダマで、こちらもリーチだ。こちらスッチーは乗るから関係ないもん。あ、テンパった。いけ。あー、張ったぞ村上。村上ニヤマ頭張りじゃないですか。これ争いがとんでもないことになってる。頭張りだ。いや、でもまだある、まだある、まだあるよ。積もって積もって、積もった。やったー。よっしゃー、ナイスー。ダークレスイーター、鈴木マサルのツモになります。ありがとう。これは大きいぞ。スモタンヤオアカカ、リーチがなくても8,000点2,400点。王のツモですね。これは王のツモで2着に大きく近づきました。広いですね。はい、全敗勝入りました。どっちがでも良さそうですね。ちょっとダマでも終わらせてしまおうと、はい、あ、リアンパーソーだ。あ、変わります形が。リーチしてる。ここはリーチだ。リーチしてる。やっぱそう。終わらせに来ましたね、これは完全に。このハンチャン終わらせに来た鈴木マサル。あ、ずっと一発そうぞ。ナイス。お。よし。ナイス。やったー。一発だー。一発。鈴木マサル見事なリーチになった。リーチ一発。タンヤオドライチ、ウライチ。漫画。1000点の上がりです。ナイスリーチ。グラディウスに初の連帯を持ち帰りました。ありがとうございます。今まで取ったマーシャンの中で
ちゃ嬉しい2着かもしれない。1位チームアキレス5森プラス 72.8 ポイント。チーム状況こちらです。アキレスが2位に浮上しています。なんだって。以上をもちまして新規リーグ2024第5節は終了となります。1月16日火曜日の第6節お楽しみに。それではさよなら。さよなら。